こんにちは。今回は彦根市のプロシードアリーナ彦根紹介します。2022年の冬、 JR 南彦根駅の近くにオープンしました。2025年の国体で使われる新しいアリーナということで、今回ねバスケの滋賀レイクスの試合が初めて行われるということで、もう早速行ってみましょう。南彦根駅西口を出るとすぐに案内がありましたね。正式名称、彦根市スポーツ文化交流センター。ネーミングライツで2027年までプロシードアリーナ彦根と名付けられます。そしてこのプロバスケットボールの B リーグ滋賀レイクスなんですけど、なんと目下17連敗中と。そして今回負けたらねチームワースト連敗記録を更新してしまうっていうことで、僕もね3年ぶりにバスケの会場に来ました。それではね中に入って少し散策してみましょう。グッズ売り場は2階にありました。今季からチームカラーが少し変わるんですよね。そしてこの綺麗な階段を降りてね1階エントランスへ行きましょう。飲食コーナー、そしてファンクラブのブースなんかもありました。それではね会場に戻りましょう。近江高校の吹奏楽部とひこにゃんがいましたね。そしてこれハーフタイムのショーですね。滋賀県のご当地キャラが出演されてました。今回は2階席だったんですけど、もう結構選手近かったですよ。特に最近レイクスに加入したばかりの18番のジョーンズ選手、この選手がねもうデビュー戦だったんですけども大活躍でした。結局試合は最後に突き放されて負けてしまったんですけど、これでチームワーストを更新する18連敗となってしまいました。この滋賀レイクスなんですけど、今季から滋賀レイクスターズから滋賀レイクスとチーム名を変えて再出発したんですけど、もうとにかくもう出口が見えない状況というわけです。ちなみに僕が最後に見たバスケの試合が2019年12月の川崎市の等々力アリーナ以来ということで、もう丸3年ぶりだったんです。ちょうどこの日から声出しての応援が再開されたっていうことで、やっぱりねあの時の熱気が戻ってきましたね。今回は滋賀レイクス初開催となった彦根市の新しいアリーナプロシードアリーナ彦根お伝えしました。そして彦根市のビバシティと JR 彦根駅前のアルプラザ彦根店には彦根総合高校の甲子園出場を祝う垂れ幕が下げられていましたね。こちらの方も期待しましょう。ではご視聴ありがとうございました。